皆さんこんにちは、ベルリニキです。それでは早速ワールド4と、その周辺やっていきたいと思います。まずはジュエルブロックだらけの洞窟、レッツゴー。ワールド4はね、デイジーでやっていきたいと思います。さあこれもしかしてPV であったところかな。これなんかそうっぽいね。なんかそうっぽいよ。よいしょ。ここ何ここ来たね。あ来たー、ドリル来たーこれ欲しかった。これ潜れるんでしょ楽しすぎる。あ、上にも潜れるこれ最強じゃない、この能力。何これ強すぎないあ、ここで止まるんだ。で、下にも潜れて。いやこれめちゃめちゃ強いでしょこれ。あ、しかもドリルで壊せるんだこれいやねー、僕ちょっと嬉しいことがあった。あー、ちょっといきなり失っちゃった。待って、これダメだよね。あ、壊せるじゃんよいしょ、しょうがない。助けてやるか。あー、スーハーじゃねえんだわ危ない。オッケー、ここを壊してほしい。あ、自分で壊せばいいか。自分で壊して、まず10コイン1個目ゲット。あのね、ワンダー1個嬉しいことがあってさ、最初再生回数がさ、絶望的に少なくてやばいって思ったら、割合伸びてくれて、まあマリオメーカーほどは伸びないけど、まあ、それでもね、これだったら続けられるっていうぐらい伸びてくれて、なんとかね、このままできそうなんでね、とてもありがたい。この辺は壊しちゃダメだよね、多分。おお、待って待って待って。この辺壊しちゃダメだよね。よいしょ、危ない。いや、これ、スーハーしかねえな、言わねえの、お前。別にお前を助けたかったわけじゃない。お前を倒すのはこの俺だからな。何回も言うな。何回も言うな。あ、これ壊すまで自動でずっとやるんだ、これ。あ、待って待って。これは、この上の方になんかない。上の方なんかない。ないか、ここはないな。危ない危ない。あ、トゲゾウちゃんいいね。トゲゾウちゃん、これはマリオメーカーとかの仕様と全く一緒。え、なにこれ。あ、ここを壊して潜ってで効果はすごい待って、ドリルめっちゃ面白いじゃん。しかもデイジーかわいいな。これはとりあえず壊しまくって壊しまくってすごいことになってるとりあえずめちゃめちゃ壊しまくって、こいつらも、倒してよいしょ。ここをとりあえず、よいしょ、こう、あ、待て待て待て、こうか、壊して、よいしょ、ここは、この辺も大丈夫か、この辺はもう、壊してしまって、ここはヒップだよね、ヒップで壊す、ここに10コイン隠れてるでしょ、多分10コインあるでしょ、ないかな、さすがに、全部壊したら10コイン、あれないな。いかにも10コインっぽい感じがしたけどな。待ってよ、中間取る前にとりあえずこっち、待って危ない。よいしょ、ここ壊して、ここはここどう危ない。ここ何これ何、これ違うな。10コインなんかそろそろありそうだけどな。あ、でもここさっきのところだな。じゃあとりあえずこっちに進んで、取り逃してないかな。なんか取り逃してそうな気が。うわっ、パない死にかけたけど生きている。あ、すごい、こいつ上とか右とか、こいつは動くんだ。あ、そうなの。とりあえず上に入って、待って、これさ、こっち行ける。あ、こっちはやっぱ行けないか、無理だな。上の方に何かあるから、とりあえず入って、これ何、コインだったら別にいいや。よいしょ、この辺は上なんかない。上なんかないね。しょうがない。このブロック何、これ壊れないブロックだと。いや、ちょっと待って、これ下に出しちゃダメだったでしょこれこれはここだったよね。こいつに乗って多分隠しに行けますよと。はい、行けてきた。10コインがある。よいしょ、かわいいなデイジー。いやマジでかわいいな今回からのいやデイジーちゃんマジで好きなんだけど。よいしょ、じゃあ、あとは、こちらで降りていきましょと。あれ待って、ドリルってさ Z 押したらどうなる。あ、すごいすごいめちゃめちゃくるんくるんしてるわこれ強そう。これあ、ワンダーフラワーあるじゃん。とりあえずゲットするか。ドーン。そして何これ。あちょっとどうしたらいいのこれ。待って、急ぐのか、急いで、これどっかに10分があるでしょ、多分どっかに10分があって、急げ、怖っ、どっかに10分があって、それを、あ、待って、これ、やっちゃった、これ、やっちゃってもないからギリギリのところで、あ、こうか、潜ってこうだ。あー、なるほどね。なるほど、潜って取ればいいのね。じゃあこっちに行くしかない。10コインが多分まだ取れてないよね。あれ、でもここも行ったとこだな。こっから上の方に行けないか。これでクルーしてから、いやダメだな。いやしょうがない。じゃあこっちも行くしかない。あ、あるじゃん。よかったよかった、あるじゃん。これどうしたらいいのかな。ここで潜って、あれ、これどうしたらいいの。あ、あるじゃん、このとこに。なんでこのとこブロックがあるの。わかるか。あ、この上なんかいけるね。あ、待って、でもこのブロックどうしよう。このブロック壊したい。このブロック壊したいな。どうしたらいい。ここで壁切るか。壁切って、これでいけるか。これであとちょっと待ってよ。ほう、あー、ちょっと待って。ギリジャンプ、しゃがみジャンプしよう。しゃがみジャンプ、しゃがみジャンプで、ほらほらいっていいか。これで、あ、でも、これどうしたらいいの。ここでいけなくない。いける、無理じゃない。いけるかな。勢いつけて、こんな感じでやめて。勢いつけて、あー、ちょっと待って。勢いつけて、こんな感じでダメだ。こんな感じでダメ。いけなくない。あれ、これどうやってやるんだろう。もし右に行ったら実は良かったかない。実は右に行ったら何かが違うの。あ、思いっきりジャンプして、違うの。なんだこれ。どうやってやったらいいの。なんか出るこれ。何も出ません。何も出ませんが。何これ。別に潜ってダメか。これにもう一つなんかブロックあるか。違うな。しょうがないな。どうしよう。どうしようもないかも。あ、待って、これか。これで、こうして、こんな感じだ。あ、よかった。いけた。なんとかいけたけど、ここむず。あ、こっちに隙間があるじゃん。こっちだ。あ、なるほどね。違う方法でやっちゃったわ。違う方法でやっちゃったけど、とりあえずコンプができましたと。コンプができたらちょうどコースが終わるいい長さなんだよね。まあ、ニンテンドさん、ほら見て、ほら。ちょうど終わる、ほら。いや、素晴らしい。これでワンダフォー。さあ、デイジちゃんかわいい。めちゃめちゃかわいい。さあ、それではここはコンプリートできましたので、次がこの砂漠に行こうか。砂漠に行こう。この辺はまだだよね。関係ないよね。でこれも多分、ヒデリー砂漠です。東がキンキー採掘場、その西にはマグマの樹海。なるほど。まあ、とりあえずは、右の順番に行きましょうかね。ここ。これがヒデリー砂漠でね、砂漠ってことだよね。まあ、順番に行くのが一番無難でしょう、難易度的にも。さあ、ヒデリー砂漠ワールド4。あ、今度はジュニアがいるね。ヒデリー砂漠は喉が渇くから、水は全部僕がいただいちゃうぞ。はあ、このままじゃんじゃん、水を集めてみんなをカラカラにしちゃえ。なんてこと。でも、カラカラになってるっぽい。なんかカラカラっぽいぞ。すごいカラカラっぽいぞ。そして広そうだぞ。めちゃめちゃ広そうだぞ、これ。ワールド4は逆に広いのかな。ワールド3が短かったから。ここがヒデリー砂漠。白い砂が特徴で白砂漠とも呼ばれています。なるほど。ここのパレスにもグランドシートがあったはずです。なるほど。地図はいつでも開けますよと。了解しました。ドリルで砂漠ももしかして潜れるのかな。とりあえずヒデリー砂漠のポプリの家。家ないじゃん。あ、暑いね。家ないんだけど。どういうこと？家ないぞ。あ、暑いって言ってるからもしかしてこういうこと？水もないじゃねえか。どうすんだこれ。あ、部屋の中に行けましたと。あ、喉が渇きました。あ、それを言うためにこう外のシーンがあったんだね。水はどこにあるんでしょう。王子様、この家に水はありません。ないんかい。実は悪者が来てからヒデリ砂漠は水不足なんです。お願いです。ワンダーシードを託しますから、私たちの水を取り返してください。なるほどね。ジュニアが水を吸い取っちゃったってこと。それは大変です。ポプリンたちがしおれる前にパレスへ急ぎましょう。とりあえずワンダーシートはゲット。夕方ワンダーシーニャーヘイ。かわいいな、デイジーちゃん。さあ、それではまずは1個ゲットして、早速開けた場所。何これ、何これ。王子様、このヒデリ砂漠にはこのオアシスの水しか残っていません。あ、そうなんだ。パレスの周りにもたくさん水があったんですが、悪者が全部持っていっちゃったんです。さっきの、話と一緒だね。このオアシスは私が見張っていますから、パレスを取り戻してください。なるほど。これ入ったら何か入れない。迷ったらのところはどこにもあるね。あ、これ。2ステップジャンプバッジ。何それ。何でも売ってる、何でもや。2ステップバッジジャンプ。タイミングよく連続ジャンプすると少し高くジャンプする。砂の上でも高くジャンプできる。あ、これいいんじゃない？まさにここにぴったりじゃない？買う。これ買う。からの、これ買う。でもって、付け替えますか？付け替えてみよう。砂の上でも高くジャンプできるっていうんで。よいしょ。OK。付けている。また来てくださいね。それでは？いや、なんか広、広っ！何これ？バッチチャレンジ帽子パラシュートレベル2やってみるか。バッチチャレンジパラシュート、あれ道がない道がない、あ、なるほど、いけたいけた、よいしょ、オッケー。どうすんのこれ、これで合ってる？ああ、こういうこと？あ、面白い面白い面白い。あ、ちょっと待ってよ。あ、いいな。いや、こういうのもマリオメーカーでもあったぞ。いや、素晴らしい。よいしょ。オッケー、これで、あとは、こっか。あ、大丈夫これ、大丈夫いけた。大丈夫か。よいしょ。大丈夫か。よいしょ。こっち。よいしょ。なんか、あー、やっちゃった。あー、ちょっと待って。この次どうすんだ、これ。こんな感じか。あー、こんな感じか。危ない。これまだいけるよね。いけるいける。まだいける。よし。これがあれば、壁キックで上がっていけるんだよね。どこまで飛べるかな？どこまで飛べるかな？さあ、飛んで飛んで。なにこれ？これ飛び方がある？もしかして。もしかして。あ、こんな感じ？あ、そうだったの？知らなかった。そういうこと？わかった。じゃあこれで、一番高いところから、こう、こう。あ、こうやってやるんだ。あー、なるほどね。いや、これはね、ユーザーに教えてくれてすごくありがたいわ。これはめちゃめちゃありがたい。あ、そうなんだ。それでめっちゃ飛べるんだね。さあ、バッチチャレンジをクリアして、せっかくなんで付け替えますか？どうしようかな。今でも2段ジャンプしてるからやめとこうか。いや、ちょっと場所が広すぎてさ、どうしようかな、これ。ねえねえ、足元のこれ何なんでしょう？実はね、私これと同じものを3つも見つけたんです。ずっと考えているんですが、謎です。あ、派手な。なんだこれ。なんでしょう、これ。マルチプレイよ。とりあえずやるか。目についたのどんどんやっていこう。そこの系、マジローの散歩道。マジローってこれ？あ、ほんとだ。砂でもちゃんと飛べるぞ。1、2、あ、ほんとだ。高く飛べる。楽しい。キャリキャリー。あ、水があるじゃん。水があるじゃん。オッケー。あ、こいつらも持てる？もしかして。あ、待って、水が。あ、しまった。こいつに水をやるべきだったかな。やらかしたかな。あ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。パシャン。いや、水入ってねー。水入ってねー。あ、入ってるじゃん。やった。オッケー。あ、ゾウちゃん。あ、でもドリルの方が良かったな。まあいいか。よいしょ。とりあえず、ジャンプ、ジャンプ。オッケー。これ高く飛んで。あ、また上にある。これは上にこう。オッケー。からの、またこう。何回やらすのこれ。何回やらすんだ。オッケー。長いな。なかなか進まんぞ。あー、でも10コインゲット。10コインゲットできたらやった価値がある。このとこは入れるとかないよね。入れない。1、2、すごい飛べる。確かに。いた、あ、やっちゃった。くそ、自分で転がしたやつに。おお、びっくりした。あ、水があるじゃん。あ、そうか、これでゾウを使うってことか。ここ入れないな。じゃあゾウ使うか、使うかから。ボルトリー。いや、じゃあ似てないな。水をたくさんあげて、よいしょ。おしゃべりフラワーにもとりあえずあげる。すなすなすな。なになになに。すなすな言うな。すなすな言うな。これなに。あ、なにこれ。あー、ちょっと待って。危ない危ない。よかったよかった。こいつで上に上がっていって。あ、10個やるじゃん、いきなり。やった。ありがとう。10コインをゲットして、これで降りましたと。なんか、デイジーとピーチさ、なんかわかめちゃんスタイルになってるね。なんか、パンツ丸見えみたいな。パンツ丸見えだけど、こうなんかこう、変な感じがしないというか。とりあえずこいつを、投げる。コイン、コイン、コイン、何これ、何これ。ここまさかの塞がれてたのか。よいしょ。1、2、オッケー。ちょっと慣れてきたぞ。あ、3本だ、3本。3本がいるじゃん。頭を一撃でやったら倒せるという。ドカン。そう。根っこにしみたいよ、やかましい。あ、ゾウちゃんもゲットして、この辺なんかあげるとなんかなる。あ、ならない、ならない。水をなんかあげたらいいのかな、どっかで。なんかどっかで水をあげたら、あ、ほらほらほら、ワンダーフラワーゲットして。この面のワンダーは一体何？あ、え、なにこれ。え、待って待って、動きが速い。動きが速いんだけど、なにこれ。速い速い速い、ちょっと速いわ。なんだこれ。喋り方変じゃない？早送りみたいになってる。早送りみたいになってるぞ。危ない危ない。早送りみたいになってるかな。危ない。ドリルが欲しい。あ、やった。本当にドリルが出てきた。やった。ダリダリ。だけど今は、ゾウの方が、楽そうだから、ゾウダリダリ。オッケー、これで、さあ、壊して。痛い、ナイス。やめよう。話せばわかる。どこ。早い。早送りコース、まさかの。まさかの早送りコースなんてある。これは走って。なにめっちゃいっぱいできた。なにこれ。あ、死んじゃう。死んだらやり直しになっちゃう。待って危ない。あ、この3本の使い方もなんかこれすごいマリオメーカーっぽいぞ。とりあえずゲット。いやー、すごっ。とりあえず死にたくないから、あー、危ない。ドリルになっておいて、ここ入れるね。じゃあこれでとりあえずゴールができるけど、ここ何？入れない。じゃあこれでいいか。これでゴールができましたと。あれコンプリートしてる ?10 コイントだったっけ？ちょっと確認してみよう。ワンダーシードはコンプリート。シードは取ったけど、コインが取ってない気もするぞ。だよね、コイン取ってないよね。どっか土管入れるとかないのかな？いや、入れるじゃん。いきなり入れたわ。なんだそれ。これは、上だけ壊して、これで取れるってことだよね。OK、これでコインをコンプリートしたので、さあ、それでは、こっちにもなんか出たよね。息抜きだよね、これ。岩の小部屋の宝物。これなんだろうね。はい。あ、ドリルで、はい。コインゲットして、あ、なるほど。潜っていきなさいよと。潜っていって、ドカドカン。次は上で潜っていって、いや、これ、最初のセリフと一緒じゃないか。使い回しすな。もっとセリフ考えろ。こっち下に行ってからの、ドッカンからの、待てよ。じゃあ、ドリルでドッカン、ドン。オッケー、これでワンダーシードゲット。いや、こういう息抜きがでもあるがゆえに、こうなんか、気持ちよく進めるっていうのはあるかもしれないね。ここにもハテナあったよな。このハテナなんだろうな。あ、一回踏んどけばいいのか。一回こうやって踏んでおいて、あともう一個どっかにあったよね。あ、これ。はい。ドーン。あ、これで開く。なにこれ。あ、なにこれ。あ、中が見えるようになってる。素晴らしい。隠しステージみたいな感じ。あ、なんか A って書いてある。なにこれ。なにこれ。黄金滝は？ああ、キノピオ隊長。すごいところでお会いしましたね。キノピオ隊長、お宝を求めて土管に入ったらこんなところに出ました。いろんな場所に繋がってて不思議だなって思いませんか？同感です。なんちゃって。はあ？それはさておき、50分読みつけたんです。冒険に役立ってください。ありがとう。あ、なるほど。こういう隠し要素もあるんだね。OK、じゃあ、土管に入って。ということは、隠しステージはここか。頭上注意ゴロゴロ回路。頭上注意ってことは、あ、今のうまいな。プレイヤーがいきなり動けないようにしておいて、で、ドリルでこう認識させる間があったよね。うわ、うまい。最初から任天堂さんうまいな。恐ろしい。あ、こういうスペースすごい好き。あ、こういうのすごい好き。とりあえず潜っていきましょう。潜ったら最強じゃんこれ。一生潜ってればいいじゃんこれ。一生潜ってればよくない？強すぎないドリルちゃん。ドリルちゃん強すぎませんか？コインゲット。いや強いマジでドリル。最強すぎるほら。これどうしたらいいのこれ？ここ壊して。あ、こいつもしかして引っ張れば行ってくれる？ドン。おお、ミニ四駆じゃなくて、なんていうのこれ。なんていうんだっけ。こういうのあるね。ゼンマイ式のおもちゃみたいな。じゃあ、痛い。ドン、キップ、ドン。あー、取れない。こいつでも引っ張ったところで、あー、違う。これじゃいけないな。でも今ドリルがあるからこのままいけちゃうよな。あ、やっぱりここは下いけるんだ。ちょっとわかりづらいけど。あ、よかった。10コインゲットして。よいしょ。さあ、コインもゲット。オッケー。こいつを引っ張れば何かなる？ポン。あ、何にもなんないわ。ではこっちから上がっていけません。これは戻るのか。じゃあ戻っていきましょう。すると、いや、ここドリルがあるとかなり強いな、このステージは。いや、ドリル強。ドリル最強じゃないこれ。ほぼ無視できるじゃん、この辺。ほぼ無視できるんだけど強。ここは何これ、ドーン。オッケー、コインをゲットして。いや、めちゃめちゃ強いんだドリル。中間を取ってで、これ何？あ、ゾウよりもドリルがいい。ぞ。この面は絶対ドリルがいい。左行けないけど、なんかでっかいの見えるよ、でっかいの。あいつどうするの？襲ってくる？もしかして。あいつ襲ってくるかな？その前にここ行ける？ワンダーフラワーが取れないか、まだ取れないな。よいしょ。どっかで取れないか？あ、こっから上に行けば取れるじゃん。まずはクリボを倒して、こう。オッケー。これで、ワンダーフラワーがまずとりあえず取れますよと。すると、あ、これもしかして PV の場所のやつか。あ、だよね、ほら。PV のとこのやつだ。これドリルで潜ったら終わりじゃないの？ドリルで潜ったら終わりな気がするけど、まあいいか。とりあえずは下顔。あ、待って、ピンコインだった。ピンコインじゃない、フラワーコインだった。ちょい待って、こっちに行くのね。だからさっき左に道があったんで、ステージが傾くんだ。あ、それを使ってここ取れるんだね。面白。オッケー。あーっと、ここで合ってるじゃん。いっぱいゲットして、フラワーコインゲットして、何これ。めちゃめちゃ傾くんだけど。いや、すごい。待て。規模がおかしいだろ、規模が。危ない。あ、嘘でしょ。こいつを取ってからすぐに右に逃げる。オッケー、急げ。あ、バカ。死んでしまうよ。落ち着こう。一回落ち着こう。あ、これで逃げると。するとフラワーコインのあと1個どこ？フラワーコインのあと1個。あ、いいね、いい場所に出るね。これでシートをゲットと。バイバイ。やかましいわ。さあ、するとあと取り逃してるところとかないかな。鉄球ちゃんが右に行って、ここで何か出てくれるとか。ああ、よかった。これで10コインゲット。これでコンプリートかな。コンプリートして、てっぺんゴールがついてきましたと。オッケー、じゃあここもコンプリートですね。いや、いいな。ドリルデイジーめっちゃ使いたいな。さあ、ここクリアしたので、また息抜きが出た。息抜き多いな。爆走チョロチュー。あ、これチョロチューって言うんだ。息抜きだから簡単だ。オンオフブロックきたー。オンオフブロックだ。マリオメーカーおなじみのオフブロックだ。こいつを引っ張って、OK。でもってこいつについてくんだ。ついていって、でオフを押すんだ。あ、楽しい。いや、めちゃめちゃいいな、マジで。いや、ほんとマリオメーカーやってる人、このワンダー大好きなんじゃないの？マジでワンダー大好きでしょ。もうすでにめっちゃ好きなんだけど、このワンダー。熱い、大丈夫か？噂は聞いてますよ。助けてくれるんですよね。いろんな秘密が隠されてる。なるほど。しおれちゃうんで伝えない。あ、そうなんだ。陰ながら応援してくれてありがとう。この辺、これ、ああ、やっぱりこれ、出た、嫌なやつ。ああ、これ、早送りとかでなんとかやるか。さあ、それでは。いやー、やだな、これ。もしかしてこれ、うわ、これ最悪のやつじゃない？これもう最悪のやつじゃん、これ。うわ、最悪のやつだ、これ。うわー、ニンテンドーさん、もしかしてここもマリオメーカー見たんじゃないの？おい、このコースがいいと思ってないだろうな、ニンテンドーさん、もしかして。大丈夫だよな。いやー、これ全員でやらないと地獄じゃん、これ。どこに入ればいい？うわ、地獄すぎる、これ。うわ、やっといけた。きつっ。あ、いけないじゃん。どういうこと？場所だけ覚えて、ここね。どういうこと？意味が分かんない。どういうこと？ほい。大変すぎるな、これ。しんど。待って、これが一番しんどいんだけど、ソロプレイだと。あ、これはこうやって。こうやって。こうするとなんかなのかな。よいしょ。あ、入るね。あ、こっちに来た？ここ？何ここ？あ、え？いや、わかるか。いや、もうめちゃめちゃきつい。やだよ。これマジでやだ。これ一番地獄だ、これ。さあ、次どこ探そう。あ、まだ上がるじゃん。上に行ける。あ、これやる。さあ、あと2枚。あと2枚もしなきゃいけないから、しんど。もうしんどい。これはマジでしんどい。これ引っ張ってやると。あ、よかった。あ、ぶつけてみた。あ、じゃあどうするの？あー、やっと取れた。これはまあ狭いからね。試せることが少ないから、これはいける。あと1個とか、あと1個。この辺入れる。入れない。入れるじゃん。よっと。あー、ここ、入れない。ここ、ここ。えここ。うわ、出た。またこの地獄のゾーン。でもここで下行っても違ったよね。これいけなかったよね。まさかこの辺なんか変なの隠れて、それ取れるとかないよね。大丈夫だよね。もうほら、あった。やだ、こんなの。もうやだよ、こんなみんなでやれば確かに楽しいかもしれないけどさ。そうじゃなかったら地獄よ、これ。地獄でしょ。よかった、クリアできて。もう毎回これトラウマになりそうだわ。何このポーズ。さあ、とりあえずトラウマをクリアできたので、じゃあとりあえず順調だって言ってみるか、こっちから。 OK、転ぶいっぱい砂漠の橋渡り。何この丸いやつ。あ、なんかある。ありがとうフラワー。やった。待って待ってね。あ、増える。あ、増えるじゃん。なんだあの緑のやつ。ゴムボールみたいな。やっほー。オラ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 。あ、倒せる。いや、フラワー2個もゲット。やった。これ叩けるやつだったよね、確か。え、なんだろこいつ。よいしょ。なんだろう、ポン。高く飛べる、ぴょいーんと。いや、そうでもない。あ、いけるいける。下に行けたじゃん。いきなり。あ、いきなり10コイン。あ、こいつらがいっぱい、潜んでましたって、そういうこと。え、こいつやられないじゃん。あ、やられるわ。あ、かわいい。待って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 。待って待って、フラワーデイジーめっちゃかわいいんだけど、なにこれ。かわいい。かわよ。ああ、なにこれ。ぴょいーんと。あ、すごい。これは、〇〇だ。〇〇みたいに飛べますよーと。これファイヤーとかで消せたりはしないよね。消せないよね。さあどんどん進んでいって、土管に入れるというのはさすがにまたあったりはしないだろう。ぴょいーんと飛んでまた飛ぶ。一休みしていきません。こいつを踏んでこうと。は楽しい。この辺はマリオメーカーでも何回もやった。マリオメーカーをメインで実況してたからね。だからマリオメーカー、まあしてたっていうか今もして、今もメインはマリオメーカーなんだけど。だから、マリオメーカーのね、いわゆる、あらゆるところがね、こうき、ここに行けるとかって、まあ、言うことはあると思いますが、許してやってください。よいしょ。よいしょと。OK、いけました。OK、フラワーいっぱいできる。ダリダリ。あ、マリオ。マリオコイン。よいしょ。ここはあ、これね、これ絶対あるでしょ。ブロックとブロックに挟まれた間。ここどうなんの？あ、遅っ、遅っ。さっき早いところがあったけど今度遅っ。何これ、めちゃめちゃ遅いじゃん。やりづら、やりづら。あ、めっちゃやりづらい。あ、めっちゃやりづらいんだけど。スーパーやりづらいわこれ。1アップゲットしようかな。ゲットする時間もなんかもったいないぞ。もったいない。早く行ってしまいたい。こいつらをゲットしてからの遅い遅い。どこに行くのあいつら。あ、ここにいっぱい出てくれて、さあいっぱいゲットできました。ぴょいーんとクルーしてからのはいはいからのこいつらを踏んで、ひえーからのかわいいデイジちゃん。スローでもかわいいデイジちゃん。デイジちゃんスローでもかわいいわ。10コインゲット。OK、これもね、10コイン。これでコンプリートかな。で、あとはシートさえゲットできたら、これで OK。ははーい。なんて言ったかわかんない、最後。OK、これで、てっぺんゴールができましたと。いやー、いいな。マジでいろんなアイデア出してくるな。こんなにコースがあったらさ、ワンダーのネタ切れそうなのに。さあ、ここをクリアして、いや、一生ファイヤーデイジーちゃんでいたいわ、マジで。めっちゃ可愛い。ここ何もないね、何もない。あ、ここ何これ。しゃがみ大ジャンプ、レベル2。難しさ結構あるね。さあ、バチチャレンジ。とりあえず、こいつはゲットして。さあ、行ってみよう。なるほど。なるほどね。ちくわだからすぐ降りるんだ。あー、これはね、確かに一般的にはだいぶ難しいと思うけど、マリオメーカーやってる人たちからしたら、朝飯。あ、でもでっかくなったら取れるんじゃない。はい、はい。ほら、取れた。よしよしよし。からの、見えたぞ。わかった。これは、こうしておいて、で、コイン取った後に、こう。いやー、いいね。気持ちいいね。めちゃめちゃ気持ちいい。からの、これ普通に、ジャンプとか、オッケー、ゲットして、なんでこれ3個目普通にこんなゲットできたの？オッケー、いけた、こうかな？いや、ちょっとね、今、しゃがみジャンプ全然使わなかった。ここは使う、ここは使う、こんな感じ。使う、こう、こんな感じ。からの、しゃがみ、ジャーンと体で、こう、待って。で、待てよ。よいしょ、ぴょーんと。からの、ぴょーんと、からの、ぴょーんからの、こう！オッケー！今度こそういうこといったー。いや、このチャレンジね、いろんな使い方を教えてくれてとてもありがたい。さあ、私につけた。さあ、ここもクリアしたので、また息抜き。結構息抜き出るな。バッチは変えませんと。さあ、息抜き。飛んで奏でて音楽数。あ、楽しそう、これ。あ、出た。あ、これあー、これマリオメーカーであったな、これ。マリオメーカーでもこの曲使いましたよ。てってってんてん。ゲット。あ、すると？いやー、素晴らしい。いや、音楽室いいな。なんかマイワールドあってもいいぐらい。さあ、息抜きをとりあえずゲットしました。ここ15個あればいけるから、なんか割とすぐいけちゃいそうだけど、とりあえず殺し屋もやるか。さあ、どうしようかな。アイテムめっちゃいっぱいになったな。あ、かわいい。いや、これ泡よりさ、あ、待って、これこうして、よいしょ。あ、待って、こうして、使う。へい。これで急いで、ここでスペースを取って、なるほど。こんな感じで、よいしょ。さあ、どんどん引いていけばいいと。からの、あと2体。よいしょ。へい。待てよ、こいつを、待てよ、引いていく。攻撃したらこうやってなってくれるんだね。だから攻撃をして、後ろを向かせていくこと。これ、ぼちぼちじゃないか。どうかな？多分、ぼちぼちじゃないか。次行く。さあ、次の敵は果たして、あと7体。何？スイカパックンじゃん。スイカパックン。あ、バカ、最悪。うわ、最悪だ。うわー。いやー、これはかなり最悪だ。うわー。あ、上投げできるじゃん、そういえば。忘れてた。上投げできるじゃん。いやー、忘れてたー。いけるこれ、大丈夫かな？なんとか間に合うかな？よいしょ。いけ！あ、10ゲーム出てるのもいいね。上投げとかわかんない人は、それでやってくれっていう。素晴らしい。よいしょ。ドン。オッケー、倒す。危ない。大丈夫これ。大丈夫。オッケー、大丈夫。倒せ。急げ。ドンからの、あと急げ。あとなんで5体。急げ。間に合うこれ。間に合わないじゃん、絶対。絶対間に合わないじゃん、これ。よいしょ。何これ。よいしょ。あー、70秒以内全然できない。できてない。よいしょ。あー、待って。あー、ひどい。これもいらない。よいしょ。あー。めちゃめちゃ遅いんだけど。さすがにワールド4ぐらいになるとちょっとチャレンジも難しくなるな。オッケー。とりあえずこれで普通のクリアはできたけど、やっぱり10コインポンプしたいよね。あ、まだあんの？嘘でしょ。倒す。待てよ、危ない。倒す。オッケー。これ何秒以内だろこれ。いや、まだあるしと思ったら終わりだった。あ、100秒以内。よかった。あ、いけたじゃん。あ、よかった。1回でいけてよかった。いや、これ70は地獄すぎるだろう。いけるかもしんないけど。いや、いけないか。どうだろうね。さあ、コロシアムもクリアしたので、この辺のハテナ関係ないかな。橋が、こうも乾いてると元気が出なくて、フラワーコインを分けてくれるんですか。どうぞ。50コイン結構あげるな。それ。さあ、直してくれて、あ、よかった。これで新しいところに行けますよと。じゃあ、ここ。押して謎解き、押しダリーハウス、謎解き。123ジャンプって何？橋が直ったんですか？嬉しさ満開。発訓ダンサーズに行きます。発訓ダンサーズ。オアシスの後ろの丘の下。近づいたらすぐわかりますよ。音が漏れて聞こえてくるんで。なるほど。123で、ハックンと一緒にジャンプする回か。なるほど。そんなんがあるのね。まあ、とりあえずこっちやっていこう。押して謎解き、押しダリーハウス。わ、謎解きっぽい。めちゃめちゃ謎解きっぽい。あ、そして戻れないように空中にドアがある。これはマリオメーカーでめちゃめちゃ見る光景だぞ。なんか嬉しくなるな。なんか嬉しくなる。よいしょ。で、謎解きなんだよね。いや、普通に難しそうなんだけど。あ、なるほど。こっちは押せる、押せるな。あ、10コインがある。オッケー。10コイン1個ゲットして、さあ、とりあえずここで10コイン取るまでは一緒。で、この後に、待てよ。こっち倒すと。よし。キノコゲットして、先にこっち倒すんだ。倒してしまって、これで安心して押しますよと。うわー、これもマリオメーカーっぽい。いや、マジでマリオメーカーっぽいところ多くないワンダー。素晴らしいね。これを動かして入ると。いや、こういうのもよく作れるよね、マリオメーカーでも。これはとりあえずこっちに押して、どう？おお、すると土管が出てくる。するとでかい方、なるほど、手前に行って、手前で押すと、あー、すごいなるほど、手前を押すと、隠れている、この扉が見えるんだ。いや、これもさ、キラーを押したら扉が出てくるっていうのマリオメーカーでできるからさ、いやなんか本当にマリオメーカーをめちゃめちゃ感じるところが多くてさ、なんか嬉しくなっちゃう、マジで。めちゃめちゃ嬉しくなっちゃう。バリダリー！これはどうしたらいいんだ？これは単純に右に落としていいのかな？ダメかな？いいか、落としてみるか。物は試しだ。落としてみよう。あ、ピンポンって言ってる。あ、むしろ落とせばいいのね。全部ピンポンって落とせば、あ、ピンポンでほら言ってる。すると扉が出てきて、読んでない！やかましい。あ、ワンダーフラワー来た！ワンダフォー！どうすんのこれ？どうすんの？あ、クッパの像だ！黄金像だ！なにこれ？死んじゃう。あ、押せってこと？負けるな、押せ！象でしょ、頑張れ。デイジー、お前は象だ。デイジーじゃない。なりきるんだ、象に。なになに？おい、なに？います死んじゃいます。早くしてくれ、死んじゃう。いいのこれ？死んじゃうけど。はっ？これもしかして、むしろこっち押すとかじゃないよね？あ、押せるじゃん！なんだそれ。わかるか。壁が動いてやかましいわ。お前が呼んどったんだろうが。これで落として、穴に落として、あ、いたいたいた、そういうこと？なるほど、そういうことか。よくできてる。待って、キノコ欲しい。やめろ、押すな。やめろ、頑張れ、デイジー。オッケー、落として、時間内にこっちに行けば、多分クリアするんだよね。急げ、オッケー、コインゲットして。やっぱりこれ押すんだ。押すんだ。あ、連結させて、どんどん連結させて。これ自体を押していくんだよね、多分そうだよね。待って、あいつがやってくる、どうしよう。こいつがやってくるから、待って、急いで。あれ？終わり？あれ？あ、でもこっちじゃないな。違うの。どういうこと？よいしょ、こいつらはとりあえず踏んで、こっちも押せる？あ、押せるじゃん。こいつを一つ一つ倒して、落として、あ、ワンダーシードがある。から、うわー、危ない危ない。落として、そう。あ、すると取れるようになっていると。いや、すごい。いや、まさか壁を押せるとは。さあ、戻ってきた。おかえりゆな。これは？これは別に普通に、これでいいよね。これはそのままだった。よし。さあ、あとは、あ、これ左に押せるでしょ。なんかなる。あー、いいね。10コインゲットして、これでコンプリート。いや、めちゃめちゃいいな。これ何？なんか、このギザギザ何これ？どういうこと？このギザギザなんだろう？あ、わかった。上の方にあるじゃん。から、待てよ。こいつを、こっちに押すのか？どういうこと？危ない、ちょっと待って。多分そうじゃない？いや、ほんと謎解きだな。いや、謎解きさ、そんな得意な方ではないんだけど、いや、これぐらいだったら超楽しいぞ、マジで。超楽しい。あ、ドアになるんだ。うわ、で才マジで。マジで天才だなあ。こういうところにもちゃんとあるのすごい好き。OK、じゃあドアに入りましょう。すると、よいしょ、こいつは倒してしまって、倒すと、倒すとどうなるこれ。あ、ここ、まずいかこれ。こっち先にヒップで落として、穴を開けてから、これで落とすんじゃないかな。と、ピンポーン。あ、ほら、ピンポン。やったやった。なにこれ。でももう全部ゲットしたよ。なにこれ。あ、デカルイージちゃん。あ、ルイージじゃない、今。デカデイジちゃん、どうした。まさか隠しゴール。いや、違うか。待って待って、こっちになんかあるぞ。こっち、右に行きたいけど、怖い、怖い。右に行きたいけど、怖いな。やめとこうか。ここ入る。はい。これ、隠しゴールもしかして。隠しゴールじゃないこれ。よいしょ。てっぺんゴールできた。これ、隠しゴールかな。隠しじゃないこれ。あ、ほら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 。隠しゴールと通常ゴールがあるんだ。さあ、それでは戻ってきたので、ここで、多分通常ゴールが、あ、だよね。こっちで、あ、待ってないこれ。こんなとこにブロックがあるんかい。ブロックがあるんだったらこのままいけるじゃん。ジャンプして、これでてっぺんゴール。これが通常ゴールですね。さあ、それでは、こっちの方は、全部行ったかな。いや、行ってないぞ。いや、結構行ってないとこあるな。ひどいや、なになに。パレスのありさまもう見ましたか。見ましたよ。悪者が来てから、怖くて近寄れないです。前はたくさん水があってとてもすごい先生場所。あれこれなんか他のやつも言ってたぞ。同じこと言ってた。悪者がいなくなるまで私はここでじっとしてます。わかりました。とりあえずこの上にその前行ってみるか。ブースケスカイアドベンチャー。ブースケこれ新しい敵、ブースケって。あー、とりあえず泡になってみるか。泡。はい。ここ泡すごい使えそうじゃん。なにこれ。ブースケこいつこいつ。待って待って、死んじゃう。あー、とりあえずドリルになって、やっぱりめちゃめちゃ難しくないもしかして。あ、そうでもないか。痛い。あ、踏むほどに小さくなってくんだ。本当に風船じゃんこれ。すごっ。よいしょよいしょ、いけた。こんな感じか。あーで10コインゲットして、うわー、この泡使ってもいけそうな気はするけど、まあでもせっかくだからね、ちゃんと本家のギミックで楽しみたい。 OK で持ってこうか。よし、これでいけました。この上の土管も入れるでしょこれ。よいしょ。 OK 入れた。これは何これ。こっち何、こっち関係ない。こっちで、あ、いけるじゃん。いける。なんもねー。なんもなかったわ。しゃがむ。なるほど。これはなるほど、押し出されないように。やかましいわ。デイジー様と一緒のことありがたいと思えない。コインゲットして、あ、これで下に降りていく。OK、中間を取って、あ、こいつワンダじゃん。おおお。なに。おい。おかしいだろ。なんだこれ。あ、ちょっと待って、こっち。でも踏む回数これ大丈夫。踏む回数ちゃんと維持しとかないとやばいんじゃないこれ。ほら小さくなってるよ。ほら大丈夫これ。ほら大丈夫。おお、と思ったら新しいやつが来てくれた。よかった、大丈夫だった、気にしなくてよかったわ。さあ、上の矢印で上がっていって、これでワンダスイ。あ、なにこの仕草ちょっとなんかエッチ。それでは右の方に行って、夢見てたかな僕。お前は一生夢見てろ。さあ、すると中間を取って、泡が立たるから特にいらない。あ、キノコいらない。なにこれ。よいしょ。こんな感じで上がっていくのかな。楽しい。めちゃめちゃ楽しい。次はむずくない。いける。コインがあった。あ、待って、こいつを踏んで、10コインをゲット。これでコンプリート。こいつ泡でできる。あ、できないじゃん。泡効かないじゃん、全然。全く効かないわ。こいつはピョインで、こいつを踏んで、待て、もしかしてこいつを踏んでから1アップゴール。そう、てっぺんゴールもさ、収集要素だからちゃんとゲットしていきたいよね。さあ、これでワンダースイートゲット。 I get it。 いや、すごいなマジで。どのコースも楽しいんだけど。何これ。立ちバチチャレンジ、透明レベル1。あ、透明マリオもマリオメーカーでありましたよ。いや、マジでマリオメーカーであったのめっちゃあるんだけど。さあ、プレイヤーの姿が消えて敵に見つからなくなる。なるほど、敵には見つからないかもしれないけど、あ、影があるの。あ、だったら楽勝じゃん。あ、影あるんだ。あ、そうなんだね。影あるんだったら全然余裕じゃん。じゃあこれ、待って待って、でも敵に見つからないって最強すぎない？いいのそれ。最強すぎないそれ。これクリボーマスクじゃん、完全に。クリボーマスクの透明バージョンみたいな感じじゃん、これ。いや、いない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 、急にいなくなったんだけど。これどうすんの？こう。こう、ジャンプ、こう。こんな感じ？うわ、あ、建物の中とかだと、わかる、あ、わかるんだ。あ、でも煙が出るから、それでわかるのね。いや、むずこれ、むず。下に行ったら実はなんかあったとかないよね。いや、どうしよう。一応やっとくか。これでコイン出たらやだからな。ほい。待ってよ。ほい。ほい。よいしょ。バカ！危ない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 ！あ、怖い怖い怖い。どうなってる今？どうなってるなんとか生きてた。怖っ。なんとか生きてました、皆さん。待ってよ。ほい。オッケー。からの。オッケー。からの。こいつを動かして、で、ここで、ここでもう一回乗ってもらう。ここに今います。ここに今います。あ、ヤンベルリー、ここ。よいしょ。オッケー。さあ、これで、10コインもゲットできます。待てよ。気をつけて。気をつけて。落ちたくない。落ちたくない。よしよしよし。さあ、これでコンプリートして、これは？うわ、これ、怖っ！むずっ！どうすんのこれ？どうすんのこれ？よいしょ。どうしたらいい？食らっちゃうじゃん。はい。あ、ダメじゃん。あ、あんなとこにあるじゃん、アイテムが。むずっ。これさ、でもこれいいこと考えた。これ、自分がこれ持ってたら位置がわかるから、これすごいいいじゃん。これで位置がわかるから、これで、こう。よいしょ。あ、最高。あ、最高。いやー、こんなバッジ使う人おるこれ。あ、でも見えないのか。敵から見えないから便利な時はあるかもしれないね。ということで、透明バッジをゲットしましたが、当然、使いませぬと。使いません。これはスペシャルワールドだよね。スペシャルワールドは、後でまとめてやりますんで、今回はしない。1、2、3、ジャンプ、ジャンプ。あとは、ここへ行ってないよね。あ、待って待って、ここもやってないじゃん、ここ。ここはどこ？赤、青、迷宮。これまさかオンオフブロック迷じゃないか、これ。やっていきましょう。あ！出た、オンオフブロック。おお、待って待って、これ。おお、ちょっと待って、どういうことどういうこと？はいはい。ようこそ。はい。どか。あ、フラワーがあった。やった。泡が良かった気もするけど。あ、これで上に行ける。あ、素晴らしい。素晴らしい。楽しすぎる。そして綺麗すぎる。なんだこれ。めっちゃ綺麗なんだけど。よいしょ。オッケー。あ、これなんか使うかな、どっかで。どっかで使うかな。この水使う？あ、こいつに使うのか。あ、でもいいとこに水が。ドン。オッケー。これは？あ、10コインあるじゃん。10コインがあるけど、とりあえずこれでオンオフを変えて、こうだ。オッケー。これで10コインゲット。いや、よくできてる、マジで。オンオフを変えると、下向きになるから、こうか。こうして、危ない。ここもオンオフを変えないといけないね。いや、マジでマリオメーカー感やば。ピンクの鍵をゲットして、仮面出てこないよな、まさか。これでいけますよと。一応壊せるものは全部壊してからこっちに行こう。いや、鍵ドアまであるんだけど。鍵ドアまであるのやばいな。こう。へい。あと思ったら次は影。いや、すごっ。いや、マジでフル活用って感じだな。ファイヤー持ってるからとりあえずいらない。あ、ワンダーフラワーあった。方向変えるとどうにかなる。よいしょ。危ない。ほい。すると、変えるといけて、これもこのまま飛び起きそうではあるけど、まあいいか。とりあえず右の方も見てみよう。せっかくだから。これで、待ってよ。この右何？ワンダーフラワー取る前にこっち行きたいな。あ、でもこれ行っちゃうか。進んじゃうか。じゃあ、ワンダーフラワー取るか。よいしょ。オッケー。倒して、これは、本来のやり方は多分こいつで、道を作ってからダッシュして取ると。あ、ちょっと行き過ぎたけどなんとかなった。あれ？あ、怖っ。怖っ。何これ？はっ、なにこれ、ゴースト、なになになにこれ、応募して、怖っ怖っ怖っ、あ、ダメこれ、ダメダメこれ、あ、大丈夫か、こいつから逃げればいいってこと、怖っ、なにあいつ怖っ、えい、あ、倒せばよかったな、今倒したかな、これなにこれなになにこれ、痛い、勝つな、フラワーとりあえずゲットして、ああ、食らわないじゃんこいつ、マジかよマジでじゃあ音符を変えて、上に行く、危ない、上に行く、からの、音符を変えて、左に行ってからのこうか、こうして、うわ、あいつすり抜けてくるじゃん、最強かなんてやつだマジで、ずるくない敵ここになんかあった、ポン、オッケー、コインをゲット。いや、この辺すごい上手いよね、誘導が。プレイヤーに認識させたりとかってするのがすごく上手い。音符を変えると上に行けるから、ドーンと、これ、右と左どっちが良かった？あ、これはどっちでもいい。さすがにどっちでもいい。あ、そして土管から水が出るから、ドン。コインゲットして。何回も出るってことは、これ使うんじゃないのかな？ここに行けるわけではないか。この辺は？あ、フラワーゲット。フラワーあるからいいや、とりあえず。いや、ここ、これ穴じゃないでしょ、これいけるでしょ、あ、ほらほら、いけたいけた、なにこれ、あ、どういうこと、これも行ったところ、いや違うよね、いや行ってないよ、行ったね、つかめなかった、そっちに行くの？ん？ちょっと謎解きチェックって感じかな、応募をして、また青鍵があって、青鍵をゲットしたはいいけど、あ、このまま、わかったわかった、このままこっちから降りるんだ多分、そうだね、ここだったよね、ここだったよね、ここに降りれば足場があって入れるとあー、いいな、めちゃめちゃいいなマジで、やるなやるな、なにあれ、あ、待って、応募が、あ、ここで変えて、あー、素晴らしいいや、マジでよくできてる、これ。オッケー、これで、これいや、謎解き超楽しい。あれ、コイン全部ゲットしたっけ、どうだっけ、とりあえずワンダーシートはゲット。さあ、ここもクリアしたので、あ、また息抜きが出てきたけど、とりあえずここが、コンプできてるか気になる。迷宮をくぐり抜きましたね。しかし本当にこの砂漠は謎や秘密がいっぱいですね。あ、秘密といえば、砂漠のどっかにスピードアップできるバッジが隠されていると聞いたことがあります。なんだってなんだってそれはゲットしたいな。その前にコンプしたかどうか。いや、全然してないんだけど。あ、ここ落ちたっけな、ここ。ここどうだっけ、落ちたっけ、いや、ちょ、嘘でしょ、そんなとこにあんの嘘でしょ。とりあえずこれで2枚目をゲットして、あとはこいつ水やったっけ、やったか、とりあえず何、いやいや10コインあるじゃんなんだそれ、あれ水あげなかったっけ、まあいいか、あとはクリアするだけだもんね。さあコンプリートしたんで、まずはここ影の中に消える影、ハロー、はいはい、音符があるけど押してみるか、はい、おお、消えた、あ、場所を覚えとけってことで、なるほど、待ってよ、覚えました、整いました、ここです、持ってここです、持ってここです、からのここです、覚えました、はあ、ここです、よし、からのここです、ここですね、あれ、これなかったっけ、あれ、あれ、そんな難しかった、これいける、あれ、いけたいけたいけた、よかったさあ息抜きもゲットして、あとはあれ行ってないとこは、いやでも絶対あるよな、あ、ここ行ける、ここ行けるぞ、あ、なにこれ、ワンダーシートが大好きなんでもや、ワンダーシートめっちゃあるじゃん、めっちゃあるじゃんなんだそれ、なにこれ、スピードアップ、あ、出た、これが隠されてるやつ、いつもより少し早く脱出する、あ、これいいな、これちょっと装備しようかな、ワンダーシートもゲット、これもゲット、フラワーコインなんてね、いくらでも貯まりますからね、付け替えますか、はい、早く動ける、面白そうだな、スピードアップ、こっちの方から、あ、こうか。いけたいけた。よし。一息、ジャンプのお立ち台。お立ち台？はい。はい。こういうこと？はい。こういうこと？合ってる？はい。合ってる？楽しい。めちゃめちゃ楽しいけど。え？なにこれ？終わりかい。とりあえずクリア。これでコンプじゃないかな、さすがに。ここなんかあるでしょ、これ。これ。あ、ほらー。なにこれ、ワン、ツー、スリー、ジャンプ、ハックンダンサー。ハックンといえばマリオメーカーでおなじみだけど。え？はい。はい。はい、楽しい。はい、楽しい。はい。はい。はい、あ、すごい。はい、あ、すごい。はい、こういうこと？はい、こういうこと？楽しい。めちゃめちゃ面白いけど、何これ？え？はい。はい。はい、楽しい。はい。はい。はい、楽しい。はい。はい、楽しい。楽しすぎない？はい。はい。はいはい何これはいはいいけるはい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 楽しすぎるあ待ってはいはいあ待って待って逃げちゃったはい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 、リズムを取って、はい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 、あれ、1個逃してる、1個逃してるじゃん、はい、はい、オッケー、ゲットしたけど、あれ、1個取り逃してるじゃん、ショック、あ、これででも終わりか、とりあえず1回ゴールしようか、クリアはしたけど、コンプリートしたいんで、すごくノリノリでしたね、リズムジャンプバッジをもらっちゃいました、何それ。何それ試しに付け替えてみますかどうしようかな。一応付け替えてみるか、ここだけ。はい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 もしかしてはいノーミスだったらはい出るとかはいはいそういうことですかいいよはい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 ここかはいオッケーはいノーミスだったらこれ取れたんだこっちも見たよねいやまだだったこれとあとはボスとブースケ泳ぐ白砂漠あーちょっとね、ブースケさんいた、ブースケさん。ブースケってなんかNHK とかでなんかありそうな名前だな。おっと危ない。こいつ実はついていったらなんかあるとかない。こいつついていったらなんかあるとかない。いや、ないわ。なかったわ。そして背景がめちゃめちゃ綺麗なんだけど、なんだこれ。めちゃめちゃ綺麗なんだけど。こいつ下で押せたりはしないな。待って10コインがあった10コインをゲットしてこいつをスイッチしてから上に行くこれ上に行ったら何かあるとかないあるんじゃないないかじゃあこいつはいやーなんか用はないですこれは上に上がって上がって上がってさらにこう OK 10コイン2枚目ゲット満月を楽しむなこれはあこれはとりあえず321とトン何が出るいやお前が出るんかいお前が出るんかいアイテムが出るかと思ったわ燃えてしまえとりあえず中間をゲットしてこれ下にはいけないないけないこれはいけなそうな雰囲気がするなとりあえずじゃあ進むか進んで下向きは結構大変うわ危ない危ない危ない下向き怖いぞ結構確かに満月は綺麗だけど、かきこちゃん踏んで、あんなとこにワンダーフラワー、見逃さない、オッケーさあどうなるこれ。ああ自分が風船になるのね。なるほどね。どっちに行ったらいいのこれ。どっちに行ったらいいなんか今んとこうまいとこかわしてるよ。あ、ちょっと今んとこうまいとこかわしてるけど、スター欲しい。スターゲットできなかった。スターが欲しいです。時間もあるのね。いただいたいた。何今何こっちに行ったらいい？合ってる？合ってるのかな。あ、スターゲットやった。スターで、あ、オッケー。これスターさえゲットしたら、あ、これあんまりぶつかっちゃうと自分壊れちゃうんだ。あ、だからあんまりぶつからないようにいけばいいってことか。そういうことか。スターがあるけど、いやー怖っ。むずやばいやばいやばい。これ大丈夫大丈夫いけるか。なんかなるべくぶつからないようにしてどんどん上に行って、そうすればおそらくゲットできるとなるほどね、考えられてる。すごい。自分がブースケになって壁とかに当たればしぼんでいって、完全にしぼんだらダメってことだよね。あ、この取り方好き。これはおしゃれにこう取りますといや超楽しいマジで。これはこいつを踏んで、あ、違うな、まだゴールじゃないな。ゴールかと思った。ラストランって何これ。ちょっと待って待てやこれで1アップができますよといやめちゃめちゃ面白いマジで。さあこれでここもゲットと。多分これで、あとはジュニアさえ倒したらコンプリートでしょう。さあこれで心置きなく、いやマジか。息抜きやるか。ワールド4長いぞ結構これ。ブースケとワンダーピースってなんだろう。あー、なるほど、こいつを使って。あー、なるほどね。こいつを使ってゲットするんだ。いやこれは確かに息抜きにちょうどいい。すごくちょうどいいぞ。よいしょ、すごくちょうどがいいですね。よいしょ、こういうことでこう、いけました。オッケー、これでワンダーシートゲット。さあ今度こそ、さすがに今度こそこれでジュニアでしょ。これはもうここしかない。よし、さあパクンちゃんを消し去って、さあ久しぶりのジュニアと再戦いってみましょう。ヒデリー砂漠のパレス。本当に行くの？行きます。さあパレスだから雰囲気は似てはいるけど危ない。うわ、ジャンプが、ジャンプが狭くなっちゃう。あ、ファイヤーバーだ。なんかまがまがしいぞ。ファイヤーバーなんかまがまがしくない？こんなでかかったマリオメーカーの見過ぎたせいかな。どうする？ドーン。あれ踏めないの？踏めないんだ。あ、そうなんだ。ドリルって倒せるのかと勝手に思っちゃった。違ったみたい。10コインをゲットして、OK。上になんかあるっぽいな。上に行こうか。先にドリルをゲットしてから、ドリルって壊せないんだね、こうやって。ダメか。いけそうな気がしてたんだけど。あ、ワンダーフラワー早速。何が起きる？はいはい、何あ、早いのか。早いね、早いめちゃめちゃ早くなってるわ。と思ったら遅くなる。なんだこれはハイブリッドかな。ハイブリッドになってるぞ。うわ、むずっ。遅くなったり、いや、むずっ。危ない。10分ゲット。OK、10分ゲットして。危ない。いや、むずっ。いや、これはむずいな。いきなり早くなったりするのかなりむずいぞ。よいしょ。早くなったいや、緩急がやばいんだけど。でも潜っていれば安心ですよと。潜っていれば安心ですね。これ強い。潜るの超強い。潜るの強すぎんか。潜るの最強じゃん。待って、これ上にドリルで潜って、こうだ、こうして、それでこれが取れますよと。OK、でもってまた潜る。いや、このドリルめっちゃ強くない？この潜るの。いやいや、怖い。OK、早い方が楽。ゆっくりは逆にやりづらい。これ下に行けるでしょ。こっち行ける。あ、行けないわ。嘘つきました。はい、待てよ。むずい。はい、来た。待って、これでワンダーシールドがゲットきますよと。じゃあ、あとはもうジュニア倒すだけだよね。オッケー。右に上がってきましたと。ドリルあったら、だって負けたくない？ジュニアさんいいの？こっちとら、ドリルデイジーですよ。そしてアイテムを律儀にくれるっていう。でもファイヤーいらないからドリルでいいや。勝負だ。次のワンダージュニアは、まさかの水中。お前たちか。せっかく楽しく水遊びしてたのに迷惑な奴らだな。そうだった。そういえば水を奪ったんだった。うわぁ、ドルフィンにしとけばよかった。今、超ビッグなワンダーが起きて、世界はお父さんの虜になるんだ。降参するなら今のうちだぞ。さあ、勝負。ドリル、水中だと生きないな。生きないな。水中全然生きない。しかも潜れなかった。潜れなかった。そう。今だ。ドッカーン。よし。ドルフィンキックあったら最強だったな。ここでまた、ワンダージュニアになって。今回7人衆投入してないのかな。水のなるほど。ここ水だ。すごっ。紫のとこだけ、水なくなってるんだ。すごっ。いや、面白っ。オッケー。さあ、うまいこと回避して、待てよ。いた。いけ、いけ、すげえ。ドン。よし。へい。さあ、あと2回かな。オッケー。いや、これ作りてー。マリオメーカーでもこれが作りたい。よいしょ。危ない、危ない。よしよし。待てよ。避けて、避けて。いや、マリオメーカーでね、水中の水が欲しいんだよ。水中の水が。それがあればこういうのもなんか再現できそうだよね。こっちに行くから、そっか。OK。さあ、あと1回。さあ、おいでまして、次はどうなる？次は下とこの、水玉のところが、泳いでいけると。でも、パターンはそんなに変わってないから、このジュニアは大したことないで、多分。終わりだ。ドーン。避けられた。ここ、ドーン。デイジー様の敵ではなかったわ。さあ、水は返してもらうぞ、ジュニア。さあ、逃げて。今回マジでずっとジュニアと戦うって感じだね、多分。これでグランドシートをゲットできますよーっと。あれ取れない。取れた。びっくりした。ゆうかちゃん、グランシート。これで、無事にワールド4かな。ワールド4の、パレスも、クリアできましたと。砂漠のパレスが元に戻って。おお、何？こんなことあったっけ今まで。うおー、びっくりした。脅かしやがって。日照り砂漠の水を取り戻したデイジーたち。4つ目のグランドシートを手に入れ、次はどこへと向かうのか。不思議な遺跡が眠るキンキン採掘場か、マグマが煮えたぎるマグマの樹海か。クッパの悪だけ目を止めるため、デイジーたちの冒険は続く。グッドラック、グッドラック。さあ、それでは元に戻ったので、コンプリートかな。まだコンプリートじゃない。コンプリートマーク出ないぞ。プロペラフラワーでフラワーショットに戻りますよ。風に砂が混じっているので目に腫れないように気をつけてくださいね。コンプリートマーク出ないんだけど。とりあえず戻ってきて、ここでグランドシードを使うよね。するとまたクモパックンが減って、だいぶ減ってきたよね、でも。あと1、2、3個 ?3 個ぐらい。1つ消えて、だいぶ近づいてるんじゃないこれ。だいぶラストに近づいてきたんじゃないか。まだワールド4だから5、6とあって、7が最後かな。さあ、砂漠で熱い思いをした甲斐がありましたね。ただ喜んでばかりもいられません。クッパのところにたどり着くため次のグランドシートを見つけましょう。なるほど。ちょっと待ってよ、その鳥の合唱のちょっと見たいな。なんもないんだけど。どうしよう。どうしたらいいのマジで。いやーわかるか。時博士ひっぱり砂漠に眠る謎。これもやっていきましょう。マジかよ、もう。とりあえず、はてななんだ？ドリルちゃんゲットして。この右下は？壊す。こっちいける？いけない。よいしょ、こいつは、これで引っ張る。よし、引っ張って、ドカン。でもってこいつも引っ張ると、こうか、こうしといて急いでいくのか。なるほど。ちょっと結局いけたじゃん上に。こいつは何？ドンドン。フラワーコインどうせ集まるからそんなにいらないんだよな。こいつもとりあえず引っ張って引っ張ってよいしょ。何こいつ踏む。よいしょ。これはおお土管が出てきて、これに入りなさいよと、そういうこと。よし。すると多分ここに多分おお S じゃねえ、やかましいわ。オッケー、これで離して急いでこいつをゲットと。であとはこの土管に入ればいいと。これがまずは1枚目。何なんか言ってたぞ。聞いてなかった、ごめん。この辺はないよね多分。先に進みましょうと。しゃあない。これを出してから、待って待って、これやばい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 。あ、ドリルの方がむしろ早く移動できるな。よいしょ。こういうことドーン。オッケー。でもって、これを引っ張って、ドカンと。危ない。ああ、こいつ何すんの。ドーン。パパーイ。これは何これ何これ。あてな何あてな何。あ、ドリルちゃんと。オッケー。からの。おお、待って待って、なんだこれ。よいしょ。10コイン逃したくないな。10コイン逃したくない。ドーン。オッケー。とりあえず倒す。まだそんなに取り逃してないはずだけどな。どうだろうな。上に投げる。これは何引っ張って。あ、うまくない今の。あ、なるほど。これで壁を作りながら、こうか。こいつら倒したら何かあるとか、いや、ないか。よいしょ。こいつも壊して、なんか取り逃してそう。めちゃめちゃ取り逃してそうなんだけど。青土管に入れますよって、そういうことだよね多分。そうだよね。こっちに引っ張った方がいいか。こっちに引っ張って OK。 これで青土管に入れますよと。 OK。 色が違うのすごい分かりやすいね。これはなるほど、これよくできてるな。これはあ、だけどこれドリルから普通にいけちゃうな。普通にいけちゃうけど、だけど本来はこうやってちょっとだけ短くして、この上をこうやって踏んでいくんだ。いや、よくできてるマジで。さあ、するとあとは中間を取って、今のところはまだ取り逃しがないから大丈夫だと思うけどな。あ、10コインゲット。危ない。10コインゲット。さあ、これとあとワンダーは、あれワンダーなくないまだ。ワンダーあったっけ。これは重ねると、あ、これでワンダーが早速出る。このステージのワンダーは一体、何これ、はあ、びっくりした。あ、逃げるの。待って待って、逃げるな逃げるな。どこ行くんだあいつ。追いかければいいのかな。いやいや、ちょっと待って。どうしたらいいあれ、どうしたらいいこれ。こうか。これで追いかけていく。OK。侵入者。危ない。侵入者言うな。お前仲間じゃなかったんか。くそくそ。これはこうして、急いで。これ何これは、小さくしておいてからの、これで上に行きますよ。待って。あ、時間はあるか。時間結構なかったわ。危なっ。めちゃめちゃ針が迫ってたわ。さあ、ということでこれでコンプリートしたので、あとはクリアしていきましょうかね。よいしょ。なんてことだ、まさかのワールド4の最後がまさかのこの普通のステージになってしまったぞ。はい、とりあえずこれでクリアができました。これで今度こそコンプリートですね。さあ、おそらくコンプリートのマークが出て、あ、何これ、嘘でしょ、まだあるってこと。はあ、でもコンプリートやった。コンプリートしましたよと。100コインゲット。じゃあ何これ、何ここに繋がるってことね。なるほど。そここれ蜃気楼で隠れてたのか。よかった、いけて。はい、ということ。あー、ちょっと待って、終わるところだったのに。何？は？いやいやいや。おいおい、なんだそれ、終わるとこだったのに。とりあえずここでは終わるけどね、次回はまさかの飛行戦艦からですね、飛行戦艦をやった後に、ワールド5に入っていきたいと思います。それではまた次回の動画の方でお会いしましょう。バイバーイ。